こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブー太郎と。ブチャラでーよす。ろしくお願いします。ということで、2週間ぶりの YouTube クッキングでーす。今日は何を作るんですか？お好み焼き。はい、YouTube さんはもうだいぶ前から予告しておりました。お好み焼きを今日は作ってくれるみたいでーす。イェーイ。皆さんお待たせいたしました。ちょっと7時半過ぎましたけど。あ、作ってください、ゆうちゃんさん。ボタンを作らないと。いや、豚は知らんだよ、全然。変な作り方になるから。いいよ、キャベツ刻んでください。え？豚の子やるの？じゃあ、またよろしくね、コメントとか。お願いします。回数券なんですね、って。なんて？回数券みたいですよ。回数券？うん。はい、こんばんは。はい、こんばんこっちは。は。出てくれますか？じゃあ今からね、キャベツを切っていきたいと思います。うちヘラなかったね。ヘラはないなぁ。前の家の時か。そうですね。それできたんか。これ全部切るんだっけ。うん、おそらく前の時は300g がだいたい4分の1やから、どうなんやろな。あ、卵買うの忘れてた。腐った卵あるな。あ、もう捨てた。卵ないわ。いいよ、別に。え？卵なくても。昨日さ、さんま御殿見た人、なんか、お好み焼きの話になってて。うん。いけんの、卵にって。いけるよ。あ、てかさ、お好み焼きだとな、2種類ある。え？あ、てかそっちやったんや。見た。今日は卵なしでいきたいと思います。こっち卵1個やけど、こっち卵2個やな。そうなの。うん。何グラムなんやろ、これ分からへんな。これ何グラム入ってんの。400入ってて、こんばんは。皆さんありがとうございます。遊びに来ていただきまして。 28g なわけないよな。ああ、え、ボールで測ったらいいよ。300g 使ってるな。約300ってことは、やっぱキャベツ1個分やわ。1個分いる。うん、前回 300g ありました。じゃあそうしましょう。これまだ使えるから、年末まで置いとこうか。置いとこう。今日はいいしょ。よいしょ。卵入れてほしい。今って見えた。卵忘れてたわ。なんか自分もなんか買わなあかんなと思ってたんけど。なんか昨日、そうそう、さんま御殿見た人、なんかそこでなんかお好み焼き作るの上手な人が、卵と、なんかあれ、今日買ってきたやつ、山芋、うん、まあ入れない方が美味しいって言ってたよね。これどうする？あのもらった機械でみじん切りした方が早いかな。じゃーん、ミキサー、これを使わせていただきたいと思います。キャベツは意外とやったことないかもね。あ、そうだっけ。前回キャベツなかったキャベツやった。分からん、あんまりやった記憶がなくて。始まったって見えました。始まってます。ごめんなさいね、今日ちょっとブータロー料理係になっちゃったんで。200g、300g、あんまり見れなかったんですけど、コメントが許してください。小麦粉、これさ、小麦粉で測ったらいいのかな。これ時間かかるかな、逆に。え？逆に時間かかるかな。結構それこそなんでその測りで測らへんの。お前な、無駄なことがいっぱい。
あーでもこれ軽量の分かかってないからもう分からん珍しく枝尾さんにとっては謎の行動が。じゃあちょっとやってみたいと思います。シェイクシェイクコーナー、シェイクシェイクムー、いいね。無理な無理騒ぎ、ちょベビーベビー最高、ヒッピーハッピーシェイク、ズンズン揺れるあの頃に私なら晴れるや、未来から晴れるや。絶対歌詞違う。あ、直したかんの作り方。いい感じ、やっぱ早い。見て、こんな一瞬でみじん切りになるんです。素晴らしい。300入れて、これみじん切りになりすぎかも。600入れなあかんけど。そうやろ、600入れなあかんねんけど。大丈夫これちょっと新しいんじゃない、こんだけ細かいお好み焼きになったらどうなんやろこれちょっと待って、みんなさ見てめっちゃ細かない、これ大丈夫なのかな、ちょっと心配になってきた。細かくなりすぎて、ちょっと回しすぎた。しかも結構逆に時間かかってるし、どんどん切っていこう。皆さんは今週はいかがお過ごしでしたか。まあ、ブートロンたちはもう相も変わらずなんですけど、まあ、ちょっと今日ツイッターでもつぶやいたんですが、なんとね、ブー姫のお友達のみつおちゃんがね結構大変で、まあ、ワンちゃんの話なんですけど、知らない人に話しておくと、そう、うちブート姫っていう犬をね飼ってるんですが、職場の人でな、そうそう、同じフレンチブルドッグを飼ってる人がいまして、で、まあ、ずっと仲良し子よしで、まあ、この間も遊びに連れてってもらったりとかして、にぎやかな感じでな、うん、遊んでたんですけど、やっぱもう料理するとさ喋られへんくなるから。みつお、そう、みつおくん、そう、ずっと白内障でね悩んでたというか、うん、まあ、それはちょっと言ってて病院もちょっと通ってたんですけど、左目だったっけ、右目がもうアウトで、今回手術したのは左目。そうそう説明がちょっと適当すぎて、すごいよね、両目が、両目白内障ってすごいよね。そう、まあ、要はもともと片目だったんですけど、両方、この間片方の目ももう両方なっちゃって、で病院行ったらなんと衝撃転換で、そのずっと前から白内障だった方がもう完全に目が見えなくなっちゃってて、失明。そうそうそう、そう、で、もう片方は手術する成功率が 60% ぐらい、結構進行がなんか思いのほか普通のこの白内障より早いらしくて、で、もう急遽もう病院で見てもらったその翌日にもうちょっと手術しましょうみたいな感じになったらしくって、緊急手術やな。そう、緊急手術、休みやったのに、そうして来られたんですけど、まあ、結果を言うと、もう無事ちゃんと麻酔からも帰ってきて、麻酔すると結構犬ね、なんていうの、あれが負担が大きいから、もしかしたら起きなくなっちゃう子とかもいたりするんですけど、ちゃんと無事ね目が覚めて、そう、ただまあ目の視力復活はそんな手術してすぐ治るわけじゃないからどうなるかわからないけど、遅かった、1年かかる子もいるみたいで、ああ、結構すっごいやっぱさ大変だよね、これからも、うん、目薬ももちろんだし、ケアもしていかなきゃいけないし、まあ両目見えてないから、もう前までこう一人で歩けてたのも
全然歩けなくなっちゃったみたいで、そうだからまあ突然ちょっとね、今日手術だったんで元気だまーとか言って急になんかわけわかんなかった人はわけわかんなかったと思うんですけど、まあでもとりあえずひとまずは無事手術が終わってよかったなっていう感じです、うん、さっきこれねまずこんな感覚みたいな、まあいいか、まずちょっといいですか、いいよ、取ってこれさ、早いんこれ果たして、うん、すごいねんけどこれあ、ごめんごめん、いいよ、もう無理やね、上の方のやつこれ餃子じゃない、な果たしてこれは、あ、正解なのかどうか、正解ではなさそうやけどな、え、300入れたから600入れなかんねんけど500とりあえず入れよう、ブータル今さ、これさ、はかりのさ、僕はどこ見たんやろな、これどういうこと、ミリリットルやからこっちか、そう、多分今結構心配の声とか来てると思うんですけど、なかなかごめんなさい、本当にコメントが見る余裕がない、ライブ配信ってやっぱ難しいよね、料理、まあな、すごいな、餃子かって、餃子じゃないです、今日お好み焼きですなのにこんな感じになっております、餃子もいいな、好きやな、ほんまゆうちゃろってこんな感じなんですよ、ブータロにも一途やけど料理にも一途でずっと自分しか食べてない昔から何も変わらんよな、何なんやろ、知らん、あんたって何なの、不思議よな、うん、もうこれってなったらこれやもんな、うん、でも今日はタイトルにもちょっと書いたんですけど、ゆうちゃろうさんの束縛について、はっ、恋愛トークですね、今日はちょっと久々にやっていこうかなと思うんですけど、束縛してる、ゆうちゃろうさんってもともと束縛しいっていう話やったじゃないですか、うん、もともとはの、それは何だっけ、うん、ブータロにだけやったっけ、確か、いや、え、違う、昔から、昔からな、あんた、うん、昔から、どんな人にも、うん、え、マジで、うん、それは話が違うな、ブータロにだけやと思ってたんやけど、友達とかも、え、友達とかも、うん、束縛期や、あんた、そう、え、そうなの、うん、自分の嫌いな人とは喋らんといてみたいな、うん、めっちゃキモやろ、せやん、キモい、うん、めっちゃキモやろ、うん、めっちゃキモい、そんなタイプの人間やった、喋ったらどうなるのそれ、喋ったらもう無視めっちゃキモいやん言葉選ばんでいいんやったらめっちゃキモい、うん、めっちゃキモやろ、え、そんな人やで、それ友達なくしてきたんじゃん、じゃあなくしてきたんかどうかは知らんけど別に困ってはなかった、あ、そうだ、ごめんなさい、うん、同じような人がいたら気持ち悪いとか言っちゃってるけど、ブータロー平気で、え、でもブータローにはちょっと理解できひんや、理解できひん、うん、なんかそのなんて言うやろ、独占欲が強いんやろな、独占欲とか多分人を人として見てないから、あ、そもそも自分のコレクションみたいな感じで書くやから、みんなそのたまに言うコレクションみたいなと思う、何様な、どういうことなの、だからそうね、人を人として見てないのって、そうなの、そう、でも嫉妬するんやろ、嫉妬なのか、これは分からへん、なんかそのめっちゃ笑われてんの、コレクションで、なんていうの、自分の都合のいいように動いてくれへんかったら怒るみたいな感じ、あめんどくさ、ゆうちゃろコレクションやね、みんな、あ、でも見た、もう一人、はい、私気持ち悪い人、手挙げてるごめんなさい、ゆうちゃろには言葉選ばずで気持ち悪いって言っちゃったけど、そうやな、同じような人いるのに、ブータロめっちゃ大声で気持ち悪いって言っちゃったいや、いいよ、別に正直、ほんまに、いや、あんたにはいいけどさ、一般的には全然ごめんと思ってないけど、一般的には気持ち悪い部類に入ると思う、いや、普通の考えの人だったら、へー、うん、全然そうやった、そうなんや、ブータローだけやと思ってたからさ許してきたけどさ、それはどうなん、じゃだからやん、もう今そんな束縛とかせんくなったやろ、今はそうかもしれないけどさ、人と見てるから、人として見てるから、あ、それ見といてもらうの困るわな、未だに見てませんって言われたら本当考えようやで、いや、まあそうやけど、
じゃあその人を人として見てない癖がずっとあったから、うん、なんか別にそんなさ、自分自覚なかったよ、全く、うん、ちゃんと人間、対人間として自分は接してる、相手に接してるっていう感覚でずっとおったんやけど、うん、なんかよくよくさ、うん、なんかこう、まあ喧嘩とかするわけやん、人と人とっていうか、まあ、はい、対人間の喧嘩とかするわけやん、うん、対人間ってあの差やもんな、うん、その時に、はい、なんていうの、こう対人間喧嘩のその内容とかを思い返してみると、はい、なんかよくよく多かったのは、はい、あ、なんか人間としてやっぱ見てないかなみたいな、エピソード的には例えばどういう時に思う、それどういうことをしてるの、なんかその理不尽とかさ、何を考えてるか分からへんとか、なんか言ってることとなんかやってることが違うみたいな、どっちが分からへん、言ってることとやってることが違う、なんていうの、うん、そうやな、言ってることとやってることが違うみたいな、だからその大事にされてないとかさ、それはどっちが思ってるわけ、向こうが、向こうが大事にされてないって、うん、そう、自分はめっちゃ大事にしてるのにと思ってんねんけど、うん、自分の大事にするっていうのはきっとコレクションのことを大事にしてんねん、言うたら、要は埃をかぶらないように、関西コレクションっていうのは、なんていうの、うん、お手入れはするけど、お手入れしてないんよ、だからあんたはただ買って満足してそのまま倉庫に入れてるみたいな感じだよ、ブータロみたいな感じで、ブータロが買うゲームとかの行為をしてるんじゃない、分からん、だってお手入れしてたら向こうはさここに家に来てよかったってなるわけや、そのコレクションアイテムも、うん、けど不満を持ってるってことはやっぱブータロみたいに買い殺しをしてたってことやん、買い殺しなんかな、分からんけど、なんかそういうの経験してきて、あ、人としてやっぱ自分見れてないのかなって、むしろ自分は逆で、うん、なんていうの、低姿勢でいってるつもりやったら、何やったら人に対して、人に対して、そう、だけど自覚はないってこと、自覚は全くなかった、まあ、今もそこまであるかって言ったら正直そこまでは分からんけど、うん、なんかそのなんていうの、そういうわがままじゃないけどさ、うん、こうそれって果たしてそこからなのか分からん、思い通りにいかへんかったらなんかっていうのは、ただのわがまま、なんかそういうのをなくしていこうという努力をした、そこが違う気がしてきたぞ、ああ、そうなんや、うん、まあ、そうなんだね、まあ、そんなゆうたろうさんなんですけど、まあ、最近はブータロのことを人として見てるだとか、うん、あの束縛はしないだとか言ってるんですけど、うん、いえいえ、そんなことありませんっていう最近情報があってもうめっちゃ怖い話があって、まあ、こんな10年も付き合ってて、まだこんなことされるんやってなったのが、なんかあった、あったあった、え、やっぱ自覚ないんや、なあったって、いや、もうみんなもちょっとちゃんと耳を澄まして聞いてほしい、え、絶対ないよ、あるよ、あんた、うせやん、ほんまに言ってんの、なんか舞踏たちってやっぱタイトルとかにもある通り、まあもうね、いつ面なら分かってると思いますけど、ブータオたちってもう今仕事また一緒になって、もう24時間一緒のカップルなわけなんですよ、仕事も一緒、もう帰ってきてからもほぼ一緒、まあ、だからほぼ24時間ずっと一緒にいるわけ、うん、まあ、寝るときぐらいかな、お風呂とか離れるといえば、うんうんうん、で、まあ、とある日にブータローが、どうしても用事があってね、あのゆうちょろと離れ離れになる日があったんですよ、昼間に、で、ゆうちょろはで、ブタはちょっと仕事を休まないといけない日があって。ねえ、ゆうちゃろは仕事に一人で行ったわけ、その日。だけど、まあ、2台車うちあるんですけど、いつもゆうちゃろが乗ってる車がどうしてもブタロが必要やって、その日。あ、まあ、ブタロは別に自分の車でよかったんやけど。うん、ああ、あの日そう。え、あ、なんでそんな、いいの言わんほうがいいの、うん。あ、そうか。ちゃんと聞いておいて。はい。で、ゆうちゃろは、もう、ゆうちゃろの車を乗っていきよってブタロに提案してくれたわけ。うん、でブータロが遠慮しとってんけど、まあじゃあもうそこまで言ってくれるならっていうことで、うん、ゆうちゃろがブータロの車乗って、うん、ブータロがゆうちゃろの車乗って、うん、出かけたわけ、うん、でゆうちゃろはもう朝早く仕事行かなあかんから、うん、もちろんもう先に出てってるわけよ、うん、でだけどなんか急に LINE がね、うん、ポーンってきて、うん、まだ家おるんやみたいな、そういうことか来たわけ、来た、で、あ、確かに家おるけど、なんで分かってんのやろなとかって思ってて、ブータロー。でも、なんか別に適当に貸したわけ。まだ家やで、みたいな、うん。もうちょっとしてから家出るから、みたいな。うーん、そうなんや、って帰ってきてて。で、またなんかちょっと数時間後ぐらいに、なんかまた休憩になったんやろな、仕事の。まだ家おるのみたいな来て。な
でわかんねえよとか思いながらもうまあでもまあ大体なんかまあそううちの親に会いに行く予定だったんですよ。もうそうもう包み隠さず言うとおじいちゃんが亡くなったのでうんうんうんそうなんか親から話聞いてんのかなみたいな、まだ合流してないみたいなって疑わせたわけよ、うん、でもあんま気にしてなかった、うん、でまあもうそろそろ豚はもう家出なあかんなと思って家出ようと思ってでその実家の近くに着いたら、うん、メモリアルそれこそ、うんうんうん、おじいちゃんとのお別れの場所に行ったらさ、うん何々メモリアルにおるんやみたいな来たんよ。ブータルをメモリアルの名前言ったっけと思って。なんでわかるんやろうと思ってんけど、あまあ親に聞いたんからみたいな感じで、まあ、ブータルはあんま気にしてなかったんよ。で、おじいちゃんとさよならしてさ、で、晩ご飯とか食べてたら、まだあれな、その地名ね、地名におるんやみたいな。いつ帰ってくるのみたいなああもう今ご飯食べてるからもうすぐ帰るけどってあ分かったみたいな気をつけて帰ったりやでゆうくんも今か親とご飯行ってくるからとかって言ってあそうなんやと思って行ってらっしゃいって LINE しとってでもうすぐ帰るわって LINE 送ったよもう帰るときに、うん、であ分かったってゆうちゃろから来てでああやってゆうちゃろと会えるかと思って高速乗ったわけ、うん、じゃあ急にピコーンってなんかあの画面見えんねやんかこのラインが映像で別に携帯触らなくても、うん、今高速乗ったんだねなんでわかんのみたいな怖いと思ってまあでももう気に触られへんからさ携帯をねその高速の道を走っとってねやっと高速終わって出てったら急に電話かかってきたよねああ豚とかって今高速降りたみたいやなってえと思ってどういうことみたいななんで知ってるんって聞いたらさんってわかんねえゆうくんにはって言われてさあんたの居場所がとかってえとか怖っと思ってでもほんまに当たってるしなと思ってでなんかもうそっからもうなんかさ電話終わってなんかずっといる場所を言ってくるわけあ今山道越えたねとかさあもうすぐ家かなみたいなで家着いた瞬間にほんまにあおかえりまあ要は車が居場所が分かるようにしたわけ、まあ、ブートローに GPS をつけやすいわけではなくって、うん、車の居場所をいつでも見れるっていう、まあ、まあもうみんな大体落ちて分かってたと思うんですけどそれでもうずっと監視されとってそうで途中コンビニに寄り出して前向きで駐車してるから前向きあっ怖い忘れたそれは一番話さなあかんやな怖ない向きまでバレたんよせばそうあっ何で前向き駐車したんそうそう忘れたそれ一番言わなあかんかったよな車の向きまでバレて怖くないそうだねあの車 GPS ついてるからなだからブータローがあの車を乗ってなんか変なとこ行こうもんなら一瞬でバレるっていうそうだから未だに束縛がすごいキモすぎんねんけどストーカーやもんそうだあんたストーカーやったらあの日うん確かに自分ストーカーの気質あるよなえあるあるやろえ分からへんそんな今はまあちょっと冗談風に持ってるからさ、話してるから多分ストーカー、多分ストーカーやと思うわ、自分そうだって、何の発言、何の爆弾、暴露ないや、ほんまに本当にでもストーカーされたことないでくれたろストーカーされた、今ストーカーされた話してたでもさ、それは車やストーカーされた話しとったじゃん普通やったら気持ち悪くてさこんな笑って喋られへんと思うんだけどえ、そう、うん別にまあ車やからしゃあないかって感じだけどなんかあんまり聞き流せへんような感じえそうみんな普通ですよねあでも抱えてるわゆうちろさんストーカー素質があるんだねって抱えてるうんあるあるストーカーやと思う自分そうなんでも確かにさ、うん、車に集中心が強い人って基本ストーカーやもん結構物に対してというかあもしかしたら自分がそのパターンやから分からんねその他の執着心が強い人はストーカー気質なのかどうか分からんけど、うん、恋愛面とかは結構ストーカーなんちゃうかなと思うへ
怖っ、気をつけとこ。だから吉田さんの車乗っていくように言ったんだって書かれてる。え、そういうことやったの？いや、単純にやね。そう、ほんまに、その航続可能距離っていうのがあって、そう、それが、ブタロの車やと、ちょっとどうするみたいな、もう最悪 JAF 読んだらいっか、みたいなぐらいのさ、レベルで話をするから、いや、そんな心配しながら運転するのしんどくねと思って。そうそうそう。うん、うちガソリンカーがさ、びっくりでしょ、もう怖っと思って。確かに怖いな、うん、それは。で、あとはゆうちゃろの束縛話で言うと、もうちょっとね、とあるあれで、写真撮影をしたいっていうことで、まあちょっとおそろの服で撮りたいって言ったわけよ、うん。で、ブータローはなんかどの服にしようかなって選んだったらさ、ゆうくんがヒステリックぐらい前のこのカーディガンを用意するから、あんたはそのなんか似たやつを言うてる方が用意してるからブータローには選ばせてくれへんかった。あとはこれとか。そう、最初はな、おそろなんて絶対言えみたいな。今日もさ、サムネにはあったと思うんですけど、これいただいたやつなんですね。このカビゴンとミュウ、これかぶってって今日言ったんやけど、静電気来るから嫌って拒否られて。そうね、ミュウとカビゴンどっちがいいって聞いたらさ、ピカチュウがじゃないとユウくんはつけへんからとか言ってさ、みんなどう思う？何の話やねん。え、だからさ、世間っていうかこうさ、もうでも大体分かってるかもしれないけど、まあ、初見さんとかあんまり潤覚えの人とかさ、ブータローがどっちかっていうとわがまま姫でさ、こうなんか、もうこれはこれは嫌やとかって言ってるイメージかもしれんけど、ゆうちゃろの方がすごいね、裏では。ピカチュウがないと来ません、ゆうくんはとか言って。本当高いわがままで。いや、それは知ってるけどさ、うん、お嬢様切ってすごい。だってブータローお姫様扱いしてもらうんだよな、うん、ほんまにそうよな。ブータローはいいねんって、前におしゃれてるやん。ブータローはお姫様やから、お姫様みたいな発言しような。それをさ、言ってるそのブータローのさ、うん、格好とさ、うん、顔とさ、あのメガネがめっちゃ腹立つね。いや、なんか絶妙にイラッとするような顔で言ってくるからさ。どんな顔？いや、なんか汚いさ、ほんま服装もだって別に着替えてるわけでもないしさ、うん、ゴローンって寝転んでさ、うん、でちょっと近づいて「くせえやし」って言って足上げてくるようなさ、人がさ「おい水入れてこい」とか。おい、ブタロにアイスはとか。仕方ないや、あんたがそういう人を選んないから。で、おい、あ、ブタロにお菓子はとか言ってお菓子渡して、うん、食べ終わったら、はいとか言って、捨てろってことやねんな。そう。もうそれが当たり前。まあ、だけど、じゃあ言い返させてもらうけど、ブタロ、ここ最近さ、2人ともこのアイの巣をあんまり掃除できてなかったんですよ。ここぞとばかりに来たね。この2日間かけてブータロ一人で、あ、クモの巣がかかってる。え、どこ？あ、ほんまや。クモおることって言ってたらしい。あ、そうなの。知らん。もう一気に換気扇も掃除しました、空気清浄機も掃除しました。で、もうとあるとこ洗濯機もそうだし、エアコンもトイレももう全部気になるとこ、もう床の掃除機も全部この2日間に1人で当ててるの。横でもう手伝おうと思ってへん。手伝ったやっぱ下で。何を呼んどてやあんたのこと。邪魔してただけやろ。あんた、そういう束縛もある。上太郎がな、掃除機を、あ、掃除機、洗濯機を、上2階やから洗濯機がこうフィルターをね、もう掃除して忙しいので、なんかうち、まあ、こう犬飼ってるからさ、あんまり犬には良くないドラム式の洗濯機なのよ。だからこの扉開けてたら、この周りの縁がこうちょっと隙間があって、もうそこにもういっぱい毛が挟まるわけよ、うん、もうそれを取るのめっちゃ大変でさ、もうただでさイライラしてるのさ、ペタペタって感じ、なー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 って感じ、もうすぐ声声が始まるとかってさ。じゃあ最初炊飯器壊れたから、あ、急に晩ご飯前やったからさ、炊飯器壊れたとか言い出して、え、どういうことって言ったら、ブタロってそういう時さ、ちょっと母親感が出るからさ、なんか音楽聴きながらやってんねんけど、携帯の音止めて、えっとか言って、ほんで音楽止めて、ドン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 とか言って、そんなどんどんさ歩きながらさ、音鳴らしながらさ、
え、もうどういうこととか言ってさ、すっごいお母さんみたいな。持ってる、持ってる。バタヤンじゃないんやから、ブルタロは。でも信じられへんとか言って言いながら、どん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 下から降りてきてた。でも笑ってんねん、だってケラケラ。なんか壊れてんとかって。で、なんかもうすぐになんか、こう移動させて、こうしたら戻ったとかって。もうそんなやったら言ってこんといてないって。いちいちって言って。ほんでそっからなんか味しめたんか知らんけど、ブルタロの反応面白かったんか知らんけど、ずっと呼んできてんねんか。で、何の用もないねん。で、なんか島にね、一番腹立ったんかな。なんかそれらしいことを叫んでるなと思ってな。聞いたらなん、日本語じゃないねん。あべべ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 べとかって言って。めっちゃキモない。ムカつくわと思ってイライラしながら。そう。どっちがお姫様なんて感じやん。ブルタロこんなに汗水さらして仕事終わった後に掃除してるのにな。もうシンデレラもやっとったやん。え、シンデレラもそうでしょ、掃除しとったやん。あの、おとぎ話の。そう。そういうこと。じゃ、ブルタロは後々成功するみたいな。あなたはだから、あれやな、フェアリーゴッドマザーやな。何？あの、杖持ったおばあさん。魔法使いってこと？そう。ああ、かぼちゃに変える方。変える方。あ、なんで？あれ、フェアリーって妖精って意味やね。ああ、そういうことなんや。そう。じゃあみんなにも魔法をかけてあげるわ。ブルタロとユーチャローのことが一生好きになる。笑えよ、そういうこと。もう、笑いもな。はい、具材切れました。見て、洗濯機。洗濯機ちょっと、あ、ちょっとさ、もうこういうのも腹立つね。愚痴大会な。のろけるところが、あの、このね、洗浄機使ってくれるのはいいんですけど、どうしようかな。いつも洗浄機使ったらさ、毎回こういうさ、ゴミはね、生ゴミが捨てて、ごめんなさいね、汚くて捨ててほしいのに、こういうのも絶対にそのままにしてるタイプなんですよ、言うちゃうって。このさ、ミッフィーのお皿って結構すごいよな、ローソンの。そうと思ってるよな。あー、お皿はな、気持ちいいよ。こういうのありがたいよな。うん。なんかさ、うん、話しててもう一個言いたいことがあったのに、そのゴールに行かぬまま話が終わってしまった。何？ストーカーの話？違う。あ、お姫、ゆうちゃらがお姫様って話。あ、で、昨日もさ、もつ鍋したのね、家で。もつ鍋してさ、もうブータローがめっちゃお腹いっぱいになったわけで、このお姫様ブータロー様がさ、もうお腹いっぱい動けないって言ってるわけよ。あいつキモくなってきた、自分で言うてたけど。何様なんて感じやん。だから今日は洗い物してとお願いして、ゆうちゃらなんか、うんとかって言って。え、洗い物してなんて言ったの？言った時に。なこと適当に返事してたよな。うん、でもなんかもうお風呂入って、そそくさと自分の用事済ましたら、もう愛犬2匹植えついて、寝るわって言うから、あ、洗い物もう終わったね、早っと思ってさ。で、ブタラもうとうとしてて、はぁ、そろそろお風呂とか入らなあかんなとかって思ってさ、夜中に起きてるわけ。んで、机の上見たらもうそのまま。もうゾッとした。夜中に起きた？お風呂入ったん昨日？入ったよ。え？あんた昨日お風呂入ってないやろ。入った。僕はいらんこと言わんかったよかったな。そうや、それ言おうと思って、焦った。入った。こっちでいい、じゃなくて、上から落とす式、全部見えるわ。あ、繰り返した。あーとかって、記憶喪失の人みたいな。そういえば、そうやったなとかじゃなくて、あーとか今初めて知りましたみたいな反応しちゃった。もういらんこと言ったらあかんね。やっぱさ、やっぱそうやんな。世の中さ、なんかさ、今日お風呂入ってないわと思ってるから。帰ってくるって言うじゃないですか、自分に。うん、帰ってきてる。あ、なんか電気くらい。ひめちゃん、ひめこれでいいの？え、なん、どうしよっか。取った。今度は誰かうんこしたんや。あんたうんこした？よし、日記を やろう。もう、物だらけ。物だらけのいいとこ。なんかすごいな、これ。大丈夫？いけるかな。お風呂入らないとねって。やっ
あ、そうやな、お風呂入ってないよな、昨日。入った朝だって髪の毛濡れてなかったから、いつもさ、ブータルって朝風呂なんよ。最近、もう夜絶対入らへんねん。絶対じゃない。入ったってば。入らへんって。で、朝なんか来た時も髪の毛濡れてないから、うわ、入ってないわと思ったけど、なんか当たり前すぎて、別に何とも思わなかったわ。ちょっと待って、100点可愛いこと言うの。え、あ、何も思わなかったお願いやから出なきゃ。なんか別に、物珍しさがなくなったと思う。みんなほったらかしになってる、ごめん。何やったっけ、フライ返しか。ワンフライでいけるかな。え、なんなん今日画面油良くないって。え、なんて言った今。今日画面あまり良くない。どういうこと、どういうこと、どういうこと。汚れてるんだな。汚い。感じやって。何やろ、画面が汚いかな。こうか。大丈夫、画像は綺麗です。ピンボケ、画像がブレる時があるよ。あ、わかった。え、ついて、あ、ほんまや。さっき切ったんよ、家。みんなもう治ると思います。多分。Wi-Fi 繋がったかな。Wi-Fi 繋がってなかったみたい。今繋がってるね。OK。多分大丈夫だと思います。わかんないけど。
よかったーって。いや、嬉しい。今日も200人近くの人が遊びに来てくれてますね。ありがとうございます。ゆうちゃんさん、見切れてんじゃん。いや、ちょうどいい。じゃあ、焼いて。はい。はい、ちょっと消えた。嬉しい。ありがとうございます。もうコメントで盛り上げてくれてる方はもちろんのこと。おとなしく見てくれてる方もありがとうございます。嬉しいです。おとなしく見てくれてる人って何がいいかな。あ、大変持ってきた。もう入れた。あ、今度から混ぜたところか。何枚焼けるかな、今日。4枚ちゃう。今日は焼きそばないんですよ。ねえ、ゆずクッキング第1回目にやった。2024年の。何が？お好み焼きと焼きそばを。あ、そうだ、うん、1回目やったんや。で、確か2回目が唐揚げで、うん、3回目が麻婆茄子。あ、茄子やったな。4回目がたこ焼き。で、5回目今日またお好み焼きです。2月あんまできてないからね。ゆずクッキング。このカウンター使えたら一番いいんだけど。ん？カウンター。使う？肉は後で入れる。やったっけ。あ、入れる。もう手でじゃない方がいいと思う。油つくから。箸でやったら。確か危ない。今のところ今正直にせへんから。おとなしく見てないでくれ。シェメが結構大きいですか。大きいかも。卵なしのお好み焼き。そう。何これ何これ何これ。もう2月も終わりですね。うるう年の今年は明日は4年に一度の、あ、ほんまや、明日2月29日やん。あ、そうやな、年に一度や。確かに確かに、ほんまや。うちひいおばあちゃんすごいやってん。え、そうなの。そう、すごいな。で、だから25歳くらいで死んでんだ。へぇ、ほんまやったら。え、ああ、そういうことだ。びっくりした。若くでお亡くなりになったと思った。えけど、なんか昔ってどうなの、そういう、その日に生まれたら日付変えるみたい。ああ、なるほど。好きな日に、うん、え、好きな日にってどういうこと。なんか前後3日ぐらい。ああ、びっくりした。そういうことね。うん、これぐらいにしとく。もっと入れる。もう一枚入れる。もう一枚入れよう。半分使えばいい。肉半分使えばいい。最初にやった量の半分使えば OK。 はい、次の1回でボンボンで終わりになるから、うん、焼いております。ただいま。ふわふわやね、生やけどな。あとどれくらい余ってんのかな。4枚は絶対いけずね。うん、お腹すいたって。ふかふかしてるね。ふわふわやね。でもなんか昨日そのさんま御殿でお好み焼きとか作るのがうまくなったって言った松岡さん、ソフィアの誰かの松岡さん、ソフィアの松岡さん言うてるやんか。まあなんかもっとシャバシャバになるのが言ってた。で、前もさ、お好み焼き作った時にさ、なんかシャバシャバなってる方がいいみたいな言ってる人いなかった。あんまドロドロになるより。たこ焼きちゃんそれ。あ、そうだっけ。あ、なんかたこ焼きの時に見た記憶は。たこ焼きか。うん、今日も青のりないです。かつお節は、あれ、青のりなかったっけ。うん、買ってないやんだぜ。今日も家なかったっけ。うん、かつお節はあんねんな。かつお節はある。あ、これやっぱワンフライ無理かな。ワンフライ無理かな。なんか天かすなかったっけ。天かすなんていいねん。あ、いいね。うん、たこ焼きじゃないから。そうだ、お好み焼き見えたら美味しいじゃん。いいか。お好み焼き満月やわって言ってるね。風月じゃなくて、ま、満月。あ、形がちょっと。そう、ゆうちゃんさん上手に返すねって言ってるね。まだ返してないけど、プレッシャーよ。
おい、俺の分もちゃんとあるんだろうな。見てくれてるね。全然ある。いっぱいありますのでね。これ、視聴者プレゼントとかに出してもいいだろう。ね、美味しそうって、2枚食えそうって。いけるよね。まあ、最悪余ったら、明日、お昼に持っていく。それはさすがに美味しくないから。たこ焼きじゃないから、俺もしかもしれないけど。早く食べたい。お腹すいた。これ、きれいにひっくり返したから、拍手喝采って。気になりますね。キムチとかは今日入れないらしいです、ゆうちゃろうさんが。なんか入れたくないらしい、今日は。シンプルに食べたいよ。あ、忘れてた、キムチのところ。え、いらんちゃうのか。どうやったら今日提案したら。絞らなあかんなっていう話、自分止まってた。絞らなあかん。あ、キムチの水分を絞らなあかん。あ、そうなの、そう。どうする、入れる、いいよ、別に。まあ、2枚目からでいいか。うん、2枚目でいいや。とりあえず、1枚目は。どっちがひっくり返すのって。うん、ブータブルの中でしよう。またブータブルだってこの間いいとこ見せたで。うん、自分もこの間いいとこ見せたで。じゃあ、ブータブル勝負する。いい、1枚ずつ、どっちがうまくひっくり返せるか。いいよ。じゃあ、勝負です。ここで急に来ました。ユーズカップルのお好み焼きひっくり返し対決。じゃあ、負けた方は罰ゲームで、モノマネすることな。ワンストライク、これ。そんな罰ゲーム嫌やねんけど。さらっと聞き流そうとしてる。ワンストライクでいいじゃん。マイクを待ってたことあるの？何でしたっけ？前回の上手でしたよって言ってくれてるよ、ゆうたろさん。さっきの束縛話からの質問です。おう。見つけれるかな？お腹すいたね。みんな何食べたんですか？エネ太郎に持ってってあげたいね。遠いの意味で。視聴者プレゼント応募方法は、インスタグラムの DM でとかってほんまに来そうやな、なんか。どっちがひっくり返す？対決します。お好み焼き、明太子、もちチーズ、最近。ああ、美味しいね。もちチーズとかも定番やもん。これ、ちょっと厳しいな。そうなん？負けんの？負けてもいいよ、別に。どちらもひっくり返せるけど。待って、ちょっと待って。卵が入ってないかな？せいかな？あ、そうか、今日卵入ってないもんね。結構難しいな、これ。そうね、買ってきてるもんね、マクドとかね。持ってってあげるのは持ってってあげたいけど、持っていった頃にはもう冷め切ってまずくなってると思う。まあ、チンできるか。お願いしていい？え？怖い。じゃあ先にやろうか。うん、そうやね。対決って言ったからね、だって。まあそうやな、対決やもん。うん、こっちちょっと置くわ。こういうのマジで平気やな。これ、行くで。うん、なんかビタミンな。何？全然ひっくり返したけど。うん。なんか文句ある？どうしようかな。ってことで、これひっくり返し率は60点ですね。まあ形はまだ直ってたので、ありだけど、ちょっと場所が悪かった。はい、という状態ですね。はい、これ見てちょっと安心させてあげて、あ、なるほど。あ、そう。こういうことが起きても別に大丈夫なんですよ、っていう。まあまあちゃう？まあまあやと思う。ちょっとありがとうな。まあいいわ。オッケーオッケー。まあ、そう、警戒やったんじゃない？じゃあどっちが甘かったと思う？みんな。あれだ、そう。そう。皆さん。でもこれ、綺麗なのはこっちじゃない？見た目が。ちょっとってめっちゃなんかさ、みんな心配されてる。よし、オッケー。頑張れって。無言こそが反応とか、うまい。ゆうちゃろさんが上手。これ、プレートの一枚吹っ飛んだの、なんか見てない、見てないよね。そうだよね。みんな、なんか笑ってる人もいるけど。でかいから、そうそう、でかいからね。フォローありがとうございます。あれ、ゆうちゃろがうまい、ゆうちゃろさん、あれ、ゆうちゃろがうまいしかおらへんけど、あれ、ちゃうねん、今日さ、卵入ってないからさ、絶妙に、
なんでみんな、ブータローの方がうまかったでしょ。なんゆうたろうさんのこの前しか見えないけど、今のところ。あ、でも、一人優しい人がいる。二人とも上手だよ。平和主義な方がフォローしてくれた。ありがとうございます。みゆみゆ。何なんそのみゆみゆ。え、みゆだか。みゆのモノマネージャーするわ、罰ゲームで。みゆー。みゆー。にゃーなんか捨てられた猫みたいな子にゃーなんかどうこういうカップルこんなんさ、二人きりの時にしてたらどう思う。にゃーにゃー、ここどこキモいキモいって言われた。卵なしなんや。そう、卵家になって、そうこんなでちょうど腐った卵吸っちゃったんな。そう、かわいくないミュウって思ってた。かわいいじゃん。ドラ猫って言った。あら、かわいいって言ってくれてる人もいる。こう見るとマジにブータロー太ったんですよ、やっぱり。いや、やばいよ、ブータロー。こないだ、体重測ったら、もう、測った、はい。おう。66キロでした。せやん。マジ。リバウンドしてます、順調に。いやだってほんまにすごいもん、食べる量が。で、聞いて、今日職場でさ、もう今おやついっぱいあるのでさ、みんな、どういうこと、おやついっぱいあるって。チョコとか、おで、職場の先輩がこの間地元帰って、あ、もう一回行って、北海道帰って、ロイズのチョコとかいろいろなんかカタログこの間見せてくれてるの。で、なんか視聴者さんにもロイズのなんかいただいたことあるんだけど、で、この間チョコのドリンクをもらってるやんか。でもバレンタインでみんな他のいろんなね、チョコももらってるし、周りの人とか、その、視聴者のみんなとかからももらってるやんか。で、しかも先輩も買ってきてくれたわけ。で、ロイズのカタログ見てて、なんか、ヘーゼルナッツが入ってるやつとかあんま知らんかったから、え、これ美味しそうとか、なんかアーモンドが入ってるやつとか、もうなんか知らん種類とかもいっぱいあって、え、これもこれも美味しそうって言ったら、ほんまになんか買ってきてくれてさ。今いろんなのあるわけ。それはまあ休憩中ばっかり食べるやんか。そうな。で、今日ブータローからの差し入れとしては、この間無印行ってチョコ買ったよ。無印はさ、この期間だけ出てるあの生チョコみたいなやつがすごい好きで、美味しいだね。美味しいな。そう、フランスかどっかのなんかチョコ使ったらしいんだけど、なんか398円で結構量入ってて、結構美味しいのよ。いろんな味もあって、オレンジピールとか、それこそナッツ入ったやつとか、ピスタチオとか。で、今回そのシャンパンが入ったやつを職場に持ってって、そのお裾分けしてたわけよ。で、結構それがさ、酔いそうなぐらい結構濃くほんまにシャンパン入ってて、それは、なんか、切れるか。こんな感じで食べてたわけよ、一緒に。おうおう。で、なんかこう話をとあるときに、その先輩の話をこう聞いてるときに、こうなんか横でこうやって見ててな。先輩側からしたら斜め45度ぐらいのブータローが見えてるわけ。でさ、あれとか言われて。なんかまだ口にチョコ入れてるとか言われて。何も入ってないですよ、とか言ったら。とか言って。なんかさっき舌かなんかでこのほっぺ膨らましたとか言われて。要はブータローが太りすぎてなんか肉が垂れ下がってるのがなんかこのチョコが入ってるかのように見えたらしくって、失礼しちゃうわねと思ってっていう話だから、それぐらいブータローが周りのリアル顔を見てる人も太ったと見えてるみたいで、今画面越しで太ってるように見えてるわけでしょ。嫌なんだ、そんなレベルな。いやだってもう65オーバーしてきてるわけですから。いやまあそうか、60、もう6か。まあ、それぐらいが一番いいんじゃん、身長的にも。この間も言われた、ゆうたろうに、やっぱあんたはこれぐらいの方がいいって言われて。いや、なんか行き過ぎやねんな、なんかちょっと。50代はちょっと行き過ぎちゃう。なんか心配される痩せ方やからさ、急激に行くから。それが1年とか年単位でそこまで行くんやったらさ。何年かける？わかんねんけど、まだ。だけど、急激に行くやん、ほんまに。2、3ヶ月の急なピッチでボーンっていきなり痩せるから、 それがすごいよな。見てる方はすごい心配になるような。確かに、ほんまにお腹空いてんちゃうかとかさ
お腹空いてんのになんか食べへん、痩せ我慢してんちゃうかとかさ。たまごっちちゃうねん、あんたの。いや、ほんま心配なんねんて。そりゃ。そっか。うん。でもさ、さっきの嫉妬の話、戻るけどさ、豚の痩せるとさ、やっぱ、こう、美しくなっちゃうから、やっぱ焼いてるってこと、心配してくれてるってこと。いいよ。はい。はい。マヨネーズでいこう。あ、そう、みんな無印買ってみて。でも、ただ、カロリー気にしない人が買ってね、結構すごいから、あれで、ブータローってほんま前も言ったけど、グミとかなんでもそうやけど、一袋開けたら全部吸収するダイソン並みの破壊力なんで、めっちゃカロリー高いチョコやねんけど、それも一気に食べちゃうから。そうやな、ほんますごいよな。でもめっちゃ甘いのが得意な人は食べてみて、結構味も濃いから。いいよ。大変かも、好きな人分かれるかも。ブータローは大好き、もう贅沢の極みって感じ。でも中でもナッツ系が好きな人はもうナッツ入りのやつもちろん買ってほしいけど、シンプルなお酒とか好きな人はそのシャンパン系の入ったやつがいいよね。あ、そうやな、ね、うん、オーソドックスなやつも確かあったし。また皆さん食べたら感想なんか自分できる。はいはい。かつお節はいる。あ、一袋だけじゃかけてもらう。しかないから。ああ、半分を分けていいですか。できました、お好み焼き。あ、でも映像で見たらなんか美味しそうに見えてるけどね。なんなん、現物で見たら美味しくなさそうみたいな。あ、じゃあ現物も美味しそうやけど、全然誤解がある。え、さっきの質問何やったんやろ。あ、ちょうど来てるわ。今の体重キープしてって言われた。あ、でも60来た時はちょっと心配だったって。うん、ほんまに映像で見てる方も心配やし。なでしこジャパンおめでとう。なんだろう、なでしこジャパン買ったみたい。あ、なんかやってんの、オリンピックか。なんかオリンピックかは知らんけど、うん、なんかやってるっぽい。どこだっけ、そかばく話からの質問。ゆうちゃろさんの友達認定したらどんな対応になりますか。さっきの話やと、むしろ親しくやり取りしないイメージでした。釣った魚は放置。そうやな。まあ、ブータローから見たユーチャローのあれはあるけど、ユーチャローが答えた方がいいんじゃない、これは。うん、そうやと思う。ほんまに釣った魚を放置な感じ。放置してる気持ちもないんやけども。だから、束縛っていう言葉で今言ったけど、多分世間で言うと束縛とはちょっと違うと思う。ブータローが思う。うん、わがまま。わがままのガキやと思う。だから自分が構ってほしい時に構ってくれないと。猫みたいな感じやの。うん、そうやな。だから猫や、犬ではないな。犬の束縛系ではないわ、多分この方。猫だわ。うん、そう、急に甘えてきたと思って、こっちがなんか同じように喜んでわーとかって言ったら急にどっか行くみたいな。そうだ、感じやわ。いただき、はい、いただきましょう。皆さん、いただかせていただきます。皆さんも晩ご飯食べましたか。え、どこ、あ、これか。あ、ごめん。だから、どうなの、そんな親しくやりたいとかはしたくない人ってことやろ。どう、なんだよね、やっぱ言うたろって。難しい、取り扱い説明書が。うん、正解がないっていうか、やりとりせんでもいいかなって。でも、やっぱ束縛じゃないんやろな。なんなんやろな、監視下に置いときたいって感じ。いや、だから昔はな、うん、今は別になくもない。じゃあ昔はどんなやった。監視下に置いときたい。でも連絡はまめに取ってたの。取ってない。どういう時にじゃあ束縛が起こるわけ。向こうが知らんとこで勝手に遊んでんのがいい。いや、あかんかったと思う。え、でも連絡取らへんわけや。うん、どうやってそれをじゃあ判断するわけ。え、分かるやん、遊んだら。分からへんや、黙ってたら。だって連絡取るわけじゃない。あ、黙ってたら別にいいよ。そうやろ。うん、やけど伝わるやん、なんか知らせ。伝わったらあかんってことね。うん、そうそうそう。めっちゃめんどくさくね。連絡はしてこんくせに勝手に遊んだらあかんの。それはいいってならへんね。うん、なんか難しくね、分からん。どうってか、味は。うん、うん、うん。いただきます。でもこれさ、
なんかお好み焼きの切り方も分かれるって話したやん。うん、俺たちピザ派なんよ。うん、ピザ切りじゃん、ケーキか、うん、そう、これ言ったら関西じゃないらしい。俺たちずっと関西これやと思ってた。うん、ブータローくんに安心してるんじゃないって。あ、そう、まあ、ブータローに関してさ、友達にも嫉妬するとか言うから、それは初耳と思って。昔もそんな恋人に嫉妬してるってイメージなかったからさ、ええー、と思って。でもなんか結局蓋を開けてみると嫉妬ではないよな、これ。まあまあ、うん、何なのこれは。言葉にするならやっぱわがまま。わがままなんだよね。独占欲を裸の王様みたいな感じ。うん、と思う。ほんまにわがままやと思うね。うん、食後のデザート食べてる人いるといいな。美味しそうでしょ。美味しいよ。笑ってある。じゃがいもと野菜のオムレツいいね。オムレツって絶対ゆうちろ食べへんから。食べへんな。家ですることはないんやけど。メッシュが食えへんよ、オムレツって。うん、味はどうですか。美味しいけど、なんか前よりベチャベチャ感があるな。確かに。じゃあやっぱ卵なんかな。あ、分量じゃん。分量か。うん、まあ、なんかこの間のお好み焼きとは全然違います。なんでやろ。なんかめっちゃ、この間山芋入りって書いてたけど、うん、今日の山芋いいじゃない。あ、そうなの。粉自体にってことやな。そう、なんかベチャベチャしてる。あんま言い方悪いけどね、そんな感じじゃない。うん、これはこれで美味しいけど、うん、前の方が美味しかったのか。確かに。卵かな。チャプチェ食べたってめっちゃいいな。ぶつチャプチェ好きなの。美味しいよね、チャプチェ。あ、まだ晩ご飯食べてないんだ。いっちゃん帰ってくるの待ってます。今日はホットモットの弁当いいじゃん。ホットモットあんまいかへんな、うん、美味しいねけどな。うん、唐揚げ弁当とかやろ。頑張ってね。この三宅さえみんなにあげるの減った。ブータローのちょっと食べてみるコーナー、女優なのか今から。ブータローの演技力優勝にないとかってさ、ずっと最近もバカにされてんだけど、今からさ、ご飯のオファー来るとするやん。演技力ないっていうか、うん、一番うまかった演技は腐ったトマトやなっていう。意味わからない。腐ったトマトの演技力うまいって全然嬉しくないんだけど。いただきます。みんなは恋人の設定で、このカメラの人は恋人で、ブータロは、そう、ブータロはみんなの恋人。それが今からお好み焼きあげる設定でいくね。おいしくできた。うん、おいしい。どう、あれ食べてないよ。なんで、え、あんしてほしい。もういつまでたっても甘えんぼだな。いいよ、じゃああげよう。みんな今大丈夫、チャンネル切り替えてない。あ、30人減った。マジで。はい、どこ、口開けて。はい、あー、言い方がおかしい。いらん観客のツッコミ。あ、おいしい。口開けて。あ、おいしいやろ。そりゃそうやって。愛情 100% 入ってるんやから。もう一口食べたい。わかった。はい。あとは自分で食べてよ。なんでべちょべちょか分かった。なんで？キャベツが細かすぎた。あー、水分出ちゃったのかな、いっぱい。っていうか、この、うん、ってみんな言ってくれた。なるほどね。なんか的確というか、なんかすごい現実的なツッコミが来てんだけど、あの、赤いのいらないっていう。その赤いのいらないって。この辛いやつってことよ。ムータロー君劇場ワンマンショー、ちょっと今回はナチュラルにやってみたつもりだったんですけど、アップだと太ってるのバレるって言って。いいね、これが可愛いって言ってくれるから、みんなキャーとか言ってみんな
優しいんだけど笑っちゃうやっぱり。こんなさ、歌の男がこんなことしてアイドルごっこさせてくれるみんなマジで優しい、うん、だから調子のね、ブルタルユーチャーの前でもっとお姫様扱いしてとかってこんなずうたいのおっさんが。これから春キャベツとか出てくるので、それを使ってお好み焼き、春キャベツ使うとまた変わるんだ。あ、広島焼きね、いいよね、食べたいんですよ久々に本場の。かんもんな、広島。うん、どうしますか、なんかある。あ、でもさ、今日タイトルが嫉妬やねん、テーマが、うん、で嫉妬についてみんな質問あったら知ってきて、さっきみたいにね。で、先に会話つなげるためにブータローが質問あるんだけど、うん、嫉妬についての、うん、嫉妬ってどこまで、嫉妬っていいもんねと思って、そもそも、うん、嫉妬、いいよ、あ、チヂミは好きやけどお好み焼きの方が好きです。どっち派？お好み、ねえねえ、いいっていうか、いい方に考えたらいいけど、悪い方に考えたら悪いよな。プラスに取られたらいいかなと思う。プラスに取られたら、じゃあどういうところで。だから、その人を嫉妬するってことで、何か自分に足りてないものがその人にはあるっていう考えじゃない。え、そういう観点から来るんや。わからん、自分にないものを持ってるからいいってことなの、うん、うん、どういうことそれ。とか、恋愛観で言ったら、何やろな、恋愛観なの嫉妬ってあんまりいいことないか。それを聞いてんの。友達関係はいい、あんまりいいことないわ。あか、いらん派、ない方がいい派。ない方がいいかも。うん、理由は全くもない。ああ、でもあった方がいいかな。じゃあ、うん、まあ恋愛しくればどっちもどっちじゃん、多分。恋愛恋愛したかったらあった方がいいよ。ああ、恋愛感を100味わいたいんやったら。じゃあ恋人、付き合ってる時はあった方がいいけど、結婚にはいらんって感じ。だっては、うん、いらんと思ったら言わんけど、うん、うん、久しぶりの人もありがとう、お好み焼き美味しいです。ブータロー嫉妬、うん、ブータローはもうずっと、今ちょっとわからんけど、ずっと言ってきたのは嫉妬なんかいらないか。めんどくさい、あ、いいことないみたいな、うんうんうん、感じやったけど、まあでもか、なんかこの年になってくると、なんか可愛くもあるなって思ってきた、嫉妬って、うん、確かにな、うん、でも行き過ぎてやっぱ結局バランスになっちゃうねんな、全部。ブータラがどうする、行き過ぎて嫉妬したら。内容によるの、自分が直せるところやったら直そうと思うけどさ、うん、どうにもできひんことったり。じゃあもうやめて、ポケモンブータラと一緒にいるときはやらんといて。やっとろよ。おお、ポケモンは犠牲にしてくるらしい。一緒におるときはやらんといてやろ。そう、一緒におらんかったらやっていいの。うん、うん、じゃあバランス取れてるやん、うん、要は、うん、そのもう金輪際ポケモンとか変わらんといてみたいなさ、うん、っていうちょっと度が過ぎてるような感じやと、うん、聞き入れがたいよな。なるほどね、うん、じゃあ、あ、でもこれある、ブータローさんが他の人と仲良くしてたら嫉妬するでしょって。仲良くしてたら嫉妬する、最近はないかな、もう。昔はあったんかな、うん、うん、昔はあったけど、最近はないよな。あ、そう、うん、今からさ、新しい友達とか作ったの。うん、あんたの知らん。うん、別にそこに、なんかだから、それを反省したよな、自分は。ブータローと一緒におって、うん、
なんでそこまで指図されなあかんねん的な感じやん、要は。そんな経験はあんまないけどな、ブー太郎。あんたを差し置いて遊びに行くっていうことがそもそも。もしやっぱ何かするにしてもさ、うん、目の届く範囲でみたいな、うん、感じがあったから、ブー太郎に対してな、うん、なんかそれって良くないなっていう。なるほどね。うん、なんか遊んでても遊んだ感じにならへんよ。まあ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 。一旦抜けて戻ってきた瞬間、ブートローがミヤミヤ言うて言った。野良猫やろ。そうなんや。だけどさ、これ書いてあるね。ブートローさんはしたくもないし、されたくもないですかって書いてんだけど、嫉妬。うん。いや、別に、なんかもう結局これって、まあ面白くはないけど、まあバランスよね。まあ。なんか嬉しくもあるっちゃあるやん。ちょっとこう、やきもちじゃなくて、嫉妬してくれるってことは、そんだけまあ気持ちが自分にあるってことや、うん。だから今みたいに、もう嫉妬せんくなったとか言われると、うん、内心、なんかちょっと寂しくも出てくるわけ。やっぱないものねだりじゃないけど。って、なんかどうでもよくなったんかなっていうふうに、悪く言えば捉えられる。うんうんうん。で、捉える人いるやん、実際に。そういうこと言ったら、うん、嫉妬してくれないとなんか不安になるとか、嫌だみたいな。ブタロはそこまではないけど、でもやっぱちょっと今までしてきてくれてた分、してきてくれてた分っていうか、そういうの聞いてた分、あれみたいなのはやっぱちょっと引っかかるけど、でもなんかもう結局まあいいかみたいな感じで片付けちゃうから。うん、だからまあバランスよね。うん、でもすごいもう当たり、もう強要されるのやっぱ嫌かな、でも。そうやろ。やし別に今のこの環境に別にそんなヘッドするような、うん、環境がないからこそ余計よな。うんうんうん。ネジマさんが誰かと遊びに行くのは大丈夫っていうことで。なんかでも大丈夫じゃないねんけど大丈夫って感じ。わかる？なんかこの一回昔話したことある気がする。ほんまはなんか嫌やけど、なんか別に、これをさらに行かないでって言って行かなくする方の方が嫌やから、別に耐えれるって感じ。うん。うん。今まで一緒にいてほしいけど、いいよ、行っといでって感じ、なんか、平気な顔しちゃうタイプ、自分が。ああ、そうやろな。スノーじゃないもんな。うん。何、まあ、スノーじゃないの、ドタって。うん。スノーじゃない。強がるよな、すっごい。相手のことを考えてるんだ、ドタはでも。じゃあその相手のことを考えるのは分かんないけど、自分の気持ちをほんまに押し殺すような、うん、なんかそういう風な印象。そのブータロは相手のことを考えてるつもりなんやろうけど、うん、でもじゃあそこにブータロの本心はどれぐらい入ってんのってなったら、うん、なんかほぼ入ってないみたいな。現実的になんていうの、それを理性として考えた時に、うん、なんかこうした方が得策だよねっていう、そこに感情がないというか、ほんまはこうしたい、でもそれが感情や、ほんまはこうしたいっていうさ、うん、欲じゃないけど、出せへんよな。そんなエピソードあった？嫉妬された人多い。うん、あの嫉妬されたらいいな。ムートロさんにボディタッチ多めの友達がいたら嫌ですかって。でも想像できひんねんな、そんな人がいなさすぎて。なんかその言ってることはすごいわかんねんけど、うん、現実的になんかそれが想像できにくくて。ブー太郎は嫌やな、それは。なんか。あ、ちょ、自分でも。あ、そうか。これも。これで思い出しちゃった。ブータラがでもさ、このさっき今のような話だけど、マジでお母さんたちになってきてんねんやん、最近。思い出したね。なんかあったよ、今。昨日の話やろ。うん、今の見た、今の一部始終。これ最近ブータラたちの問題やねんけど、うん、今、現在進行形で、うちの家で問題になっている、まだ一つの事象が今、現れました。うん、それは、ブータラは、勝手に入れてくる。なんか良かれと思ってやってるんだけど、うん、昨日お鍋したのね、うん、要はもつ鍋、うん、家で、うん、
で、なんかゆうたろうはさらに手羽中を入れたわけよ、この鍋の中に。で、うちがなんかずっと持って食べててんけど、手羽中見つけた瞬間にすごい嬉しそうな声で、あ、忘れた、手羽中入れたいんやみたいな感じで言うから、あ、ゆうたろう全然手羽中の存在わからへんぐらい見つけられへんねや。で、ゆうたろうはパスを言ったわけで、まあでも可愛いと思って聞き流しとってんやんか。で、こう、ブタがこう、よそうと思ったら、手羽中がたまたま拾えたわけ。あ、ゆうちゃんって、手羽中出てきたでっていう意味で、はいっつって、渡したら、Don't touch me! みたいな。あんたりのテリトリーに入ってくんじゃねえみたいな感じですごい怒られて、自分で入れるか。でもこれは、ブタが悪いんだけど、前々からちょこちょこ言われてたよ。なんかあっても、入れたりとかしても、あの自分で取れるから大丈夫やれって最初は多分優しくな言ってくれたんで、そう言ってた、優しく、それはブータラも覚えてる、うん、でもついつい手が出てを差し入れしちゃったわけ。うん、じゃあもうさ、さすがにもう我慢の方が嫌いだよね。どうぞタッチミーって言われて、自分で入れるって言ってるやんかって言われて、もうお母さんの気分、ああごめんみたいな、そんな怒られるつもりでやったわけじゃないねんけどみたいな。そう、わかる。なんかこう、鍋とかやっててもそうやけど、あ、意味ある、うん、なんか勝手に入れてくるの。あー、あんたこれほらあるでとか言って、こうバンってこう自分の器に、それって、いや自分で別に食べたい時に入れて自分で食べれるのに、なんでそんなことをしてくんねやろって、すごい不思議で知らなかったんよ。なんか最初はなんかもうそんなことせんとってみたいなっていう前面で撮ったんやけど、もう最近は疑問に変わってきて、なんでそんなことすんねやろみたいな。で、昨日聞いてんな、うん、その心理は一体何なんみたいな、うん、なんかやっぱそういうことなんや、うん、だから良かれと思ってやってるんや。無意識やね、でもまあな。キャバクラ嬢さんが氷とかこう湿ってきたら拭くって感じのイメージ。で、その言われた後も、なんかモツがね、こう出てきた、出てきたね。ゆうちゃろうが、なんかちょっとモツ食べたそうにしてんなとか思ったから、勝手に思ったついつい、ついつい言っちゃったら、だから、自分で入れてるから、とか。でもこれさ、すっごいさ、わかんのよ、ゆうちゃろうの気持ち。ブータラも昔ゆうちゃろうやったから、うん、おばあちゃんとかがお鍋とか一緒にやった時に入れてくるんだけど、うん、もうそれがありがた迷惑というか、うん、やめてって言ってたのに、みんな気づいたらブータラスおばあちゃん顔になってたっていう。で、今もお好み焼きこうさ、なんかあんま食べてないなと思ったから自分の分やったのに、うん、はいとか言って渡しかけたっていう。怖いわ。あ、いっちゃんおかえりって。おかえり、お疲れ様。ね、怖いっしょ。泣く？うん、逆。ちょっと待って、まだ火入れたばっかりから。はい、ありがとう。みんな優しいね。いっちゃんってうちのママなんですけど、みんなお疲れって言ってて、声をかけるくらいは大丈夫ですかって。どういうことやろ。何の話だったっけ。分からん、ごめんなさい、理解できてない。鍋の話だったけど、あ、ご飯中に喋りかけるってことかな。それはむしろゆうちゃろうの方が多いよ。うん、むたら黙々食べたいのに。2枚目ですね、はい。手羽中あるでぐらいのそういう喋りかけやって、だから取らへんけど、うん、ここあるでみたいな、もういいやってことか、もう黙っといてって感じか。てか、じゃあね、鍋一つやし、うん、言われんでも分かってるし、うん、なんかどうしても、なんかもう探されへんからさ、どこみたいな、うん、聞いたらさ、うん、答えるぐらいで、こっち半身で、勝手にそう、手羽先あるでとかさ、ちょっと呼んで言ってくんなってことやろ。そう、分かるしみたいな、うん、なんかバカにされてんのかなと思っちゃうね、うん、なんかこんなんも探されへんような人みたいなさ、うん、認識になっちゃう、わかるしみたいな、うんうん、なんかこれこうやってさ、これティッシュやでみたいな、うん、
いや、わかるやん、見て。それとはちょっと違うけどな。これ、お好み焼きのソースやで、みたいなさ。これはさ、もうこの単品しかおらへんからさ、うん、それとは違うわけよ。要は、お鍋の中って迷路やねんな、人生の。いや、別にそんなこと思ったことない。あんたの価値観では迷路なんや。うん。うん、どこに何がおるかわからへん。豆腐とかもさ、隠れ、女の無事して言ってるやん。あれ、手羽中あったの忘れたとか、あったみたいな。うん、隠れんぼやね、鍋の中は、うん、これはさ、隠れんぼしてないやん、わ、うん、かる、その違い。だから、隠れんぼ、あ、見つかった、どう手羽中、あるよぐらいはいいのか、うん、それとももうそれも全部黙っといてほしいのか。うん、黙っといて、黙っといて、黙っといて、って言っても嫌だからな。でもなんか最近それが笑いに変わってきたからもういいかなと思って、うん、そうそう、うん、面白いね。別に、ボタロも悪気がってやってるわけではないし、うん、私の友達もお酒注がれるのが嫌だって怒るって。なんかあるんやろね、やっぱテリトリーが。無意識のバタヤンカって感じ。皆さんただいまですって書いてる。うち主人が鍋奉行、鉄板奉行だから。すごいね。私は自分で鍋奉行、自分の分だけ。もう無意識なんだよね。そうそうそう、なんか勝手に気づいたら言っちゃってるから、あって言った後に、あっまだ言ってしまってるみたいな感じ。うちの親は逆、お父さんお母さんが入れてくれるな。そういうパターンの人もいるよね。え、だから入れてくれるのが当たり前パターンの人もいる。ああ、そういうこと。自分では入れませんみたいな。じゃ昔のさ、昔ってかこう、そうか、そういうあのか、亭主関白系がこう根付いてる家とかはそういうのが普通なのかもしれないな、うん、確かにそんな気がする。そうかそうか、はい、あ、もうあれ大丈夫、水取り、これも大丈夫、はい、ありがとう。え、これ伸ばさへん、伸ばす、こっちで、はい。面白いよね、いろんな家庭があるよな。うん、あー、木のヘラでやっちゃったの失敗よな。でもそういう意味ではさ、さっきの位置情報じゃないけどさ、うん、実際におるわけやん、監視する人って、うん、どう監視されたら。でも今監視するの当たり前なの。あ、当たり前とか、その言い方はちょっと変やけど、語弊があるけど、なんていうの、その若い子とかもさ、やってるってこと。お互い、その、彼氏、彼女になった時に、こう、位置情報の知らせるアプリをお互い入れて、みたいな、うん、するのが結構当たり前みたいな。あー、でもどうそれって。アリ派？いいんじゃない、別に。あ、もう見られるのは全然いいや。変なとこ行かへんし。あー、じゃあもし行ってたら、それ嫌か、みんな嫌か。当たり前のこと言っちゃってしまう。でも見る？逆に。自分はさえたら見るかも。どこにあるか。うん、まあ、それさえ、この間嘘やもんな。うん、実際見られてる経験だよもんな。うん、それ忘れたわ。別に見たかったわけではないけど、うん、なんとなくどこおるかな、みたいな感じは。じゃあなんか、あの、じゃあ携帯のアプリで、うん、その、車と連携してるから、うん、あのクラクションとか鳴らせるんよ、うんうんうん、勝手にそのアプリのボタン一つでクラクション鳴らしたりとか、うん、鍵開けたりとか、うん、できちゃうんよ、うん、だからなんかいたずらで鳴らしてやろうみたいな、うん、思った時に、うん、たまたま開いた時に、あ、位置情報わかるやんと思って、で鳴らそうと思ったら、うん、なんとか霊園みたいな書いてたからさ、あ、これはちょっと不謹慎やと思ってやめたんやけど、なるほどね、うん、あれもさ、やっぱ嫌な人の方が多いと思うけどな。もうな、みんなつけといてほしい、どっちも。あ、でもいるね、もう。そう、これも聞こうと思ってた、このスマホの中身見る見ない問題。龍一郎は昔は見てきてたよな。今だってあんた見られへんようにしてるよ、ロックかけて。あー、確かにロックかけてっていうか、うん、そうだね、暗証番号してるよ。暗証番号ってこういうなんか指紋つけれる。だって落としたら怖いよ、今の時代携帯って。あんまりそういうのはないから自分は。
ただそれだけやねんけど、この携帯に変えてからか、あれよ、つけたりも。何だろう、前の携帯だよね。あれ、あの時は指パターンやったよ。今も指パターンやった。あ、今違うんやったっけ。今違う。今と番号かな。番号にしたんかな。そうそうそう。だから、もう触られへん。まあ多分なんかその、まあ昔とかはボトルの携帯とか触って勝手に着信音を変えたりとか、うんうんうん、なんかいろいろやった。そういうことすんねん、マジで。いろいろやってたから嫌なんかなと思って。え、でもどう？もしじゃあしてなかったとしたら見る？見るっていうかなんかやる。あ、いたずらはな、うん。だからそういう調べたりとかはせえへんってことか。ああ、そうかも。そうやな。昔はしてたよな。LINE とか。してたっけ？うん。変えたもん。あ、データホルダーとか。ブータローももうどっちかというと全然しない派ですね。どうなんやろ、今別に見られてもいいけどな。自分も全然いつでも見てくれ。でもなんかもう、なんていうの、やりたいことあるから早く返してってなる、わかる。見られてることはどうでもいいんだけど、こっちも YouTube とかゲームとか何でもいいけど、したい。なんか今は何もね、もともとないかな、まあ、携帯見たりよくって。じゃ自分も別にもともと携帯まで見ようとは思わへん人なんや。うん、やけど、なんか最初の頃って、あとはまだその起伏が激しかったからさ、うん、その精神状態がこうすごい落差があって、何回か家飛び出したことあってんか。家飛び出そうとしたことあって、うん、その時になんか危ない方向に行くんちゃうかっていうのを心配になって見てたのがメインやな、うんうん、でもうそれがあんまり心配なくなったから、もうなんていうの、その面白い方向に走ってたけど、あね、やっぱみんな見ないって携帯の中身とか見ていいことはないんだろ、相手の立場に。お風呂溺れてないか見ない、見ないな、まだ時期 見ようと思うかもしれんな。昔ブタさんはツイッターの DM もしたらあかんって言ってますよねって言ってたのかな。え、でも全然放置してたよね結局は、うん、多分なんか配信上とかで言ってるのかもしれんけど、実際やってても何も言ってない。一回なんか変なの来たっていうのを言ってる方から聞いて、うん、あーってなった事件はあったけどな、うん、確かになんかやりましょうみたいな。ゆうちゃろにムラついた人とかもいいよね。なんか多分動画になってんじゃない、それも。でもせんといてとか本気で言ったことはないかも。なんか可愛くなんかその時のお姫様ブータラで DM とかたかんでとかはさ、なんかあるんかもしれんけど、実際やってたもんな、ゆうちゃろ。やってた時期あったよ、昔。うん、まあもうあれですけど、うまいね、めっちゃ食べるねって来た。そうなんですよ。正式なね、不倫のお誘い時期やったね。あ、そうや、正式な不倫のお誘いや。うん、それそれ。まあ、あの時も勝手になんかもう返したりしとったかな。うん、なんか面白半分で。面白半分とか、もう普通に来た DM も返しとったけど、まあいろんな人がおるなと思って、まあ、それからそう、まあ、いや、まあ、あの嫉妬と似てるよね。だから嫌やけど、なんかその強制はしないって感じだろうは。自分が我慢したらいいか買ってしまうっていうか、まあ、たまにそれこそ爆発する時もあるんかもしれないけど、ほぼないよ。うわ、これやばいな、これ失敗する。ああ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 あ、ちょっと顔なしのラップバージョンみたいな。あああああああ、びっくりしたよ、自分で気持ち悪かったわ。あーとかやったら可愛いけどさ、顔なしのラップバージョン。あああああああ、めっちゃ気持ち悪い。これは買ったわ、そういうミスはせんから。ごめんやけど、
これむずいで。あ、アンサーいけるな。あ、ちょっといいサーブじゃない。やな、うん、でもまあ自分よりいけるさ。やっぱさ、キャベツ細かく切りすぎてるよな。なんか、うん、具材が餃子やもん。うん、やっぱ大事なんだね、うん、キャベツの切り方とかも。確かに。まあこれはブータロの勝ちじゃない、どっちかっつったら。まあな、ここまで崩れてないもんだって。まあいい、なんかどこどこやけどそんな大したあ、そうや、お好み焼きのソースがないねんもん。え、そうなの。うん、忘れてた。なんかソースかけてる。これはそれスパイシーソースで、それ多分一人分で終わり。なんだ、だからあともうちょっと、なんかたこ焼きかとんかつかウスターかどれがいい、うん、ウスターはないな。たこ焼きにする？うん、たこ焼きやったらよきゃ、この間で買ったやつ。たこ焼きがまだマシなんじゃない。ウスターはちょっとね違う気がする。ウスターさらさらやもんな、うん、キャベツたこ焼き並みだったもんね。ジュージューなって美味しそうやわって。美味しいですよ、2枚目も美味しそうだよとか、仲いいなって。こんなとこまでどっちもどっちで仲良いしあー修正うまい。ウタロさん下手だったけどね、ありがとう。でもうまいって言ってた。残念、あまり変わらなかったね正式なムディのお誘い、その後聞いてないからびっくりです。あ、でもそんな多くのやり取りはしないよな。何のやつしたんやろな。なんか忘れたな、もう。やり取りしないっけ。知ってないと思う。来たらってだけやったっけ。うん。その前にやり取りしてたやつ。何やった。でも忘れたわ。ちょっとの話正式やったかな。いや、でもなんかちょっとしたやり取りがあってのそれじゃなかった。やったっけ。うん。まあ、いいや、もう過去のことやし。もう、うん。実際に、ね。醤油で食べる人もいるんだ。でもチヂミみたいな感覚ってこと。そうや、卵焼きってみんな何で食うんやろ。あ、出た、ゆうちろかんの目玉焼き。目玉焼き、目玉焼き、目玉焼き、目玉焼きの方。うん、ああ結構分かれるよね、目玉焼き。それからはいろんなもので食べられるけど、やっぱ醤油かな、昔からオーソドックスなんだ。そう、ブー太郎はさ、ブー太郎その目玉焼きをすんねんけど、自分はもういつも固定で決まってて、やけどブー太郎って決まってないんよ。その時の気分で変わるから、だから塩コショウも用意しなあかんし、醤油も用意しなあかんしみたいな。うん、でそれがすごいなと思って。醤油と卵って合うの。合う。あ、そう。醤油なんや。塩コショウなんや。絶対塩やで。塩なんや。塩コショウはいらんってこと。塩だけってこと。うん、塩コショウはあるけど塩だけはないな。マヨ醤油やって。マヨ醤油かマヨネーズ、その時の。へぇ、ソースとケチャップと砂糖とかで適当に作る。みんな、そうなんや。今のところ、ゆうちゃろとしましょう、ほら。ああ、そうか。うん。惜しい人おるけどな。うん。醤油かマヨネーズが惜しいんだね。醤油惜しくないか。でもさ、待って、何もかけない人もいるよ。すごいな。そのままの味を楽しむってこと。めっちゃいい卵使ってんだよ、あのプロレスラーみたい。それ生卵。ああ、生卵あるでもさ、なんか最近のブータロたちの楽しみ方っていうのは個人戦も多いんだけど、結構車の中で2人で共通して楽しむのはこれこれさんっていうじゃん。これこれ配信者みんな見るかな。あー、うんうんうん、あれの切り抜き、なんかもうこれこれさんって生配信でひたすら長いやん、この経緯が。その連絡取れなかったりとかさ、うんうんうん、その一つ一つの何つの相談者か、やっぱりみんなそれぞれテキパキ喋れるわけでもないし、そうそう、その相談者に合わせて会話するから、やっぱ1回の相談につき大体1時間ぐらいかかっちゃうから、うん、な、どうしても。それをうまいことなんかもうまとめてくれてるチャンネルさんがいて、公式で、あれ、あれやで、公式やで、そのままなんか公式でこれこれちゃうやで。あ、
あ、そうなんだ。あ、じゃあ違うって別の人もおるけど。あ、うん、自分が見てるのは大体。あ、そうなんだ。そう、本人のやつで。なんかそれをなんかひたすらなんかみもう前なんか同じ内容のずっと見てるな。うん。でさ、もう怖いのが人間ってやっぱ怖いだと思って。あ、まあ、改めてなんか平気な顔して顔っていうか平気なことなんていうの、嘘を平気で嘘をつくし、なんかめっちゃもうほんまに百発百中初めてその動画を見せた人が騙されてる。おばあちゃんが読んでんけど、うん、なあ、もうお金がなくってなんか病気大病になって最近手術終わって退院して、もう本当に5日間ぐらい飲み食いできてたみたいな。そう、ほんでガスの電気も止まっててみたいな。そうだからさ、途中まではほんまにさ、なんかもうミックスしよっか。ブルタロンも、なんか、まあ、ブルタロンも最初から怪しんでたけど、うん、なんかすごいさ、もう視聴者さんとかもなんかこう、ギフト券とかをあげ出すわけよ。これで、コンビニの2000円分とか、な。うん、そうそうそう。で、これでなんとか、なんて何日間はいけるでしょうみたいな感じで、みんな優しい人が支援してて、でもそのさ、おばあちゃんもなんか泣きながら、もうありがとうございますみたいな感じでな、なんかもう明らか本当に困ってるみたいな感じやねんけど、とあるなんかある人がなんかもう直接物を渡しに行きたいって言ってな、お家に入れたらさ、もう冷蔵庫とかもなんかの電気つかへんとか言ってたのになんかもう普通に突き出してっていう、なんかもうとりあえずなんかそういうのばっかり、人間ってやっぱ怖いと思って、簡単に信用したらあかんなんで、だからさ、うちのリスナーさんとかもさ、なんかもうほんと気をつけてほしいよな。あ、詐欺とかマジでな、もうゆうたろうのマミーとかにもそれ見せたらさ、もうもっと支援してあげたらいいのにとかって言ってたよ。なんでみんなこんな1000円とか2000円とかしかあげへんのみたいな、1万円ぐらいあげたらいいのにとか言ってさ、最初聞いてる時ずっとそんなこと言っとってさ、うん、前でクソクソ笑っとってんの。そう、なんでだんだんさ、うん、こうおむを嘘が剥がれてった時にな、化けの皮が剥がれるっていう。そうそうそう、えとかね、嘘やろとかね。いや、そうだからほんとさ、この人がっていう人がさ、うん、急に表現したりするから、みんな気をつけようねっていう。誰だろう、確かに。あ、面白いな。まあ、あるそういう詐欺みたいなのになったことあるよ。あるの、ほんと。うん、うん、なんか最後その話聞いて終わろうか今日は。もうこれは何年前やろ、1時間半もやってるよ。みんなありがとう、こんな長い間付き合ってます。何年前になんねやろ、もう10年近く前か、もっと前かな、なんねんけど、うん、なんか、あ、ちなみにみんなまださ、ひたすら卵を目玉焼きで盛り上がってる。ポン酢とか、うわ、とんかつソースとかって YouTube の正解言ってなくね。自分はマヨネーズ1に対してケチャップ3で、そこにタバスコ。オーロラソースって言ってたっけ、うん、見た。なオーロラソースのケチャップ多めらしいにタバスコ、うん、あ、マリンシャープスか。あ、そうそう、インスタとかの広告とかもあれ結構気をつけた方がいいよね、うん、広告系結構気をつけた方がいい。 YouTube でもすごいあるやん、うん、動画の間になんか出てくるすごい、あれ、これを食べるだけでお腹がこんなにとかね。あれ結構でもさ、面白くて昔よく見とってんの、なんかカズミーとか言ってチャラい男が急になんかさ、来てさ別れようとか、うん、えとか言って、俺、お前のこそのあれがもうずっと気になってて、ずっとお前のその口臭がすごく気になってるんだね。あたしって口臭いのみたいなさガーンとかなんかあれ面白いよね、もう結構さ、すごい内容のやつ多くない、あれ。確かにめっちゃ急に裏切る、うん、あれほんますごいんやけど、俺太ってる女大嫌いなんだよね。そうそうそう食事制限しても痩せない、うどうしよう、で見返すねん途中で。
後半な。そう。なんでこの話したの？あ、広告の話したから、詐欺の話をしようとしたの。で、自分がやった詐欺やろ、うん、あれはな、なんかその詐欺した人とはその時初めて会ったんやけど、うん、なんか最初は良かったんよ、めちゃ面白くて楽しく会話しとってんけど、うん、なんかだん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 とこうもうそろそろ時間やから帰ろうみたいな話になって、うん、いや、あ、そうやなとかって、うん、ほんだら財布パクられて、自分その人に、うん、で、うん、すぐに電話したわけ、うん、財布って言うんだら、現在この電話は電波の届かないところにあるかって言って、うんうん、電源が入っておりませんみたいな、うん、やられたこれれっきとした詐欺やろ。で、その後どうなったかによる。えそれそうや、これ詐欺やね。これそこまでで聞いたら詐欺やろ。そうやろ、詐欺やろ、これれっきとした、うん、そう、こんなことがあったんだから自分そこから学んだ。あ、人に財布をあの渡すもんじゃないなもうみんなひどいけど、おそれは大変、それは大詐欺やろそれはブルタバ詐欺やろかってみんなよう覚えてんな。そうだよ、ブルタロだよ。でもブルタロは違うって。だからお財布なんか盗む気なんてさらさらなかったんだ。ほんまさ、物は言いようよね。だからどっちかの話とかさ、もうほんと怖くない、こういうので。こういうゆうちゃろの話だけでみんな聞いてたらさ、そういうゆうちゃろほんまに詐欺られたんやってさ、絶対信じるやん、うん、だけどもう片方の話から挽回すると、こっち側の話、あれはね、ただそこに入ってただけカバンの中に開けたら、あれって預かってたから財布を。でもさ、タイミングバッチリじゃない？電話しても電源が入ってないとかさ、うん、うまいことあれはやられたと思ったもん、うん、だけどちゃんとかけ直したから。まあな、そうで、ちゃんと1000円 いったりとも盗まれてなかったよ。いや、え知っててくれでもブータローもなんか昔こう人間不信になったのは、これ話したことあるかな、なんかそのショップ店員やった時、服屋の従業員もう2人体制で平日は回しとったんや。うんうん。で、まあ休憩1人行ったら店1人になるやん。うん。で、その休憩室にロッカーとかがないわけ。うん。もう自分で貴重品はこう、まあお客さんは入ってこへんやん、もちろん見てるから。うん。だからもうその従業員との信頼関係でなんかもう成り立ってるようなとこやって、うん、で、まずはお昼になった時に、あ、そう、先にそのもう一人の子が先休憩行ったわけ。うん。でさ、ブータラがつい休憩ってなった時にさ、お昼ご飯食べに行ったら財布の中のお金が絶対減ってんねやんか。うん。ね、もう信じられへんと思って、でさ、まだ新人やで、来て3日とか。うん。ね、ああいう時さ、どうするみんな。どうするもし、それ知ったら。でも証拠はないね。カメラもついてないね。だけど、もう絶対にお財布からお金は抜かれてんね、うん。でも犯人はもう従業員やろうなって、もうほぼほぼ。うん。どうする？うん、自分諦める。うん。何も言わない。どうする？今後気をつけるみたいな。うん。マジで。うん。カメラ忍ばせるとかさ。うん。なんかできる範囲のことをしようとはするけど、うん、まあ多分めんどくさいからやらへんやろなっていう感じ。じゃあお小遣い制で、うん、もうお金めっちゃ献金に困ってても。すごいな、自分が自分の不適はっていう認識やな。そうだよ、だって、うん、そうやろ、人なんて何するか分からへんから、自分が今殺人を犯してもおかしくないよ。まあな、そうやろ。でもブータラはそんなことよりも金だったから何の証拠もないけど、うん、これは一歩間違えたらあんま良くないことやな。ほんまに違うパターンもあるからさ。でもブータラはもうでも確信したわけ、絶対。うん。でもいきなり盗んだとかは言わんかった、うん、あ、問い詰めたん一応。もちろん。ええー、先に。お、でもちゃんと上司に報告してん。
おう、俺も絶対多分盗まれてるんですけど、でも証拠はないし、みたいな。自分はもう正直黙ってられないし、これから一緒に働くのも、うん、信用問題やから、うん、言うつもりでいるんですけど、いいですかって言ったら、うん、言っていいって言うから、ちょっと、聞きたいねんけど、みたいな。もうオブラートに包んでんだよ、多分。もう単刀直入に、うん、あんた単刀直入に、うん、言う人やわ。お金取ったよね、うん、って聞いたわけ。うん、じゃあ、やっぱり案の定、取ってないですって言われて。だけど、いや、取ったよね。え、取ってないですって。え、もうほんまにそういうのいいから、みたいな。もうしょうもないから、みたいな。別に、怒らへんし、みたいな。もう怒ってんねんけどな。もう、もうすでに怒ってんねんけど。もういいから、もうほんまに別に、もう、最悪あげるから、みたいな。おうおうおう、最悪あげるねん、認めてくれへんみたいな、もう今後の信用問題になるからみたいな、うん、言ったら、うん、取りましたってうん、ででもその後ほんまでもちゃんと怒らんかったら、太郎ブータの親からよかったけどみたいな、うん、その後説教して、うん、でも次の日からポンくなったっていうことがある。まあそうやな、帰ってきてないんよ。うん、もう帰ってきてない、うん、もういいやと思って。まあ3000円なんですけど。でも3点を気づく男っていう。いや怖いやろ、でも職場でそんなことするんやと思って。まだ3人体制の時とかにするのは分かるけど、うん、今日2人体制の時にそんな勇気あることしたらよっぽど困ってたよなと思って。お金、うん、まあだって人間などんな状況に陥っても、うん、やっぱり冷静さを保てるわけがないんやから、うん、白状した。白状してくれたからよかったけど、まだまあ、これほんまでもブータラもブータラでちょっと怖いかな。ほんまにしてなかった時どういうこと。もう勝手に決めつけてもう言ったわけや、証拠はなかったから。うん、でもあんたって大体そうやってある程度はやっぱなんかこう固めていくやん、うん、あの時もそうやったん、病院のあれが面白くてさ、最近久しぶりに思い出したんやけどさ、うん、それこそブーがさ、うん、こう半身不随になりかけでこうあヘルニア、うちのブーちゃんヘルニアになってたんで、もう本当に一時レベル4まで行ったのか、5だステージ4、うん、ステージ4でもステージ4やとグレード4か、グレード4やともうほぼもう治りませんみたいな、治ってる可能性も一桁言われたもんな。ほう、10% とかやったら私もさ一桁って思って、いやもう治らんやんって、うん、無理やんって。でも諦めんねん。もうほんまに、性格が出る。ああいう、9。なんていうんですか、うん、うちの家系は基本、そういう時は基本諦めるから。もう、で、なんかすごい説明もされたわけよ。その、骨髄何箇所やったっけ。うんうん。脊髄何箇所か。になる可能性もあってみたいな。あまりにも進行が早かったから、ブーって。そう、その脊髄軟化症っていうのは合併症のことで、それヘルニアとはまた別の、その合併症ってまた別の病気が発生する可能性が非常に高いと、うん、でそれもしなってしまったらもう最悪死に至るみたいな、っていうかもうほぼほぼの確率でもう息が切れるから、そうなっちゃうともう無理ですよって言われて、でもそれ聞いてからのゆうちゃらはもう激沈なわけよ。もうなんか急にもうブーの顔を見るたびに泣き出すみたいななんかもう勝手にもうお別れモードになってなんかほんまやで、もうみんなびっくりするけどドン引きするぐらい、もうなんか2人の空気がなんかもうマジで別世界ね。もうなんか2人で出来上がってんねもう今までありがとうみたいな。さあ、もうブータラはもう許されへんと思って、何も諦めてると思って。で、もう病院もさ、連れてってさ、カルテ、カルテちゃうか、何やったっけ、カテーテルか、うんうん、もう入れてやん、ブーって。ほんまにひどかよ、みんな知ってる人は知ってる。もうずっとさ、年と24時間もずっと見とかなあかんからさ、見てさ、ブータラが。なんてお別れモードなくせに、なんか自分は寝るときは寝るみたいな。
その時だから仕事が別々やったの。ああ、なるほど。え、そうやった？そう、一緒やったで。うん。一緒やった。え、一緒やった一緒やったよ、あの時。一緒やから面倒見れたんやんか。会社も休ませてもらって。あ、そうやば。そうやで。1ヶ月ぐらい休むと思った。うん、そう、忘れてたわ。そうや、そうや。で、なんか話をしてた。何でこの話になったんやっけ。別に、自分その話をしたかったら。そうやな、ごめんごめん。達成した。その、そうなってから戻ったんやけど、無事に、うん、そっから、まあ、一回その思い出した、はい、よかったかった、うん、戻ったんやけど、うん、そっから、こうもうずっとその病院に行ってて、こうぶーちゃんの話なのよ、ひめちゃんじゃなくて、ひめちゃんは目やね、病院をちょっと変えてみようみたいな、こう、なんていうの、予防じゃないけど、こう、あ、2回目か、2回目になった時か、うん、腰は治ったけど、また数ヶ月後に次、首のヘルニアになったよ。うん、どうやで、うわっと思って、マジかってなって、で、その時に、あの、針治療か、レーザー、あ、レーザーか先に。なんか、まあ、いろいろ調べたらレーザーとか、針とかがいいみたいな感じだから、まずレーザー行ったんですよ。でももう、ブーはもうほんまに、もう、すっごいもう、なんかもう、にゃーって感じだって、もう、やめてみたいな。でも、ブーからは、まあ、先生にも相談してさ、先生も絶対相談してるわけやからさ、うん。でも、いいはずですから、みたいな。ネット情報でもいいです、みたいな。書いてあるか信じていったらさ、もう確かにめっちゃもう尋常じゃないぐらいもうしんどさやって息があるので、うんうん、で結局それしてもなんかよくはならんくって、うん、で、レーザーあかんかもみたいな、やっぱ針がいいんかなって言って針行って、じゃあもうそっからもさ、もう2、3回行ったんかな、針もう行ってる、もういもうその病院もわかんねえのな、行くっていうのは、もう車の中でも息がすごいね、もうもう病院に近づいけば、うん、もう痛いんやろな、うん、ブートラはもう治るし、先生に相談して良くなるかもしれへんからっていうので、うん、良かれと思って言っとったんやけど、蓋を開けてみればそう、もうなんかあまりにも治らへんし、もうあまりにも痛そうにするし、一番なんか決定的だった、あ、その前になんか針とかが抜けるわけ、もうこう治療中にね、ブーちゃんこう刺されてるやつがもう痛いからこう動くやんか、でも動い、あの取れたらあかんからさ、ブーちゃんたちも止めなあかんやん、ブーでもブーは痛いからこう動くからさ、ポーンって外れたりとかして、でこれほんまに効いてるのかなと思って、そこでなんかこんな動いて外れてみたいな、でもなんか先生はなんか1回目何やったかな、舌の色が良くなりましたねとか言ってくれはって、うん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 、でなんか、うん、ちょっとマシですねみたいな言うから、聞いてるのかなとかって、でもなんか帰ってからはそんな変わらへんねんけどなとか思いながら半信半疑でずっと通ってて、でもあまりにもなんか一回せっかくなんか別の漢方薬みたいなのもらったのかな、なんかそれは確かに聞いとったんや、でもどれをどんどん減らしていかなあかんってなったらやっぱ元に戻ってきてんな、また痛さが、うん、で、なんかちょっと緊急を発するぐらいちょっと痛そうにしてたから、ちょっと先生に電話したらなんかそう対応してくれへんかって、その先生が看護師だけをこう間に入れてなんかやり取りをさせられるわけよ、自分は直接先生に内容を聞きたい、うん、たいの、でしまいにはなんかこうまたそのなんていうの、なんかすごいごまかされた、なんかその場しのぎな感じで、うん、で、なんかでそれで怒ったためしろみたいな、うん、話しちゃったな。うん。怒ったよ。別にも悪かったんかもしれない。でも今その怒ったとこしか聞いてなかったから、なんかその怒ったとこ、色の内容がさ、あ、めっちゃはっきり言うやんと思って。うん、もう結構ですみたいな。もう次予約取ってると思うんですけど、もうそれもキャンセルでお願いしますとか。なんか神秘じゃなかったもん、だってなんかめっちゃはっきり言うやんと思って、何があったんやろうと思ってさ、なんか今すぐ見に来てくださいねとかでもなかったわけよ、なんかなんか違うって思って直感で、でもう米の病院かわからんけど行った聞いたら、
あの、その子の今炎症がひどすぎるから、この炎症ひどい時に針とかネイザーは持ってのほかですって言われて、痛めつけにとったの。そう、かわいそうやろ。もうブーのこといじめにとったのよ、お金払って。もうなんか笑ったらあかんね。ほんとにさ、こんなことは病院選びってほんとに気をつけたほうがいい、みんな。うん、なんか2種類あるんよな、多分大きく分けて。だからあのこれブルタロンの時がこうやっただけね。だから別に針治療をあのダメって言ってるわけじゃなくて、効く針治療もあれば、うん、それに値しない針治療もあるから、うん、だからレーザーもそう、なんかほんまにそれが効く時もあればブーみたいに効かへん時もあるから、 それはほんまに見極めが大事よな、うん、みんなが効くからじゃあ大丈夫って安心してずっとそこに通うんじゃなくて、ほんまにこのペットの様子を見ながらこう大丈夫かなみたいな。うん、本当大変やったな。うんうん、でもだからね、その奇跡よね、今こんな元気に。確かに。その時ちょうどな、ステロイドあかんみたいなブームやってんな。ブームじゃないね。やっぱステロイドって体にすごい負担があるみたいなさ、やっぱその先生にいろいろ多分聞いて、そのあんまりステロイドは飲ませへん方がいいんちゃうかみたいな感じで。うん、ハリーのところではうちはステロイドは一切使ってませんみたいな。で、ステロイドすぐ再発したから余計やと思う。だからステロイドで治ったと思ったのに、あ、またあかんくなった。ああ、そうだね、それが経験してる。ステロイドってやっぱ一時しのぎなんかもしれへんってなってしまって、で、ちょっと別の東洋医療っていうかの方に行っちゃったんやけど、結局また戻ってきた西洋に。まあ、それがたまたまブタロたちの環境には当てはまったってだけね。そう、まあ、みんな何の話聞かされてるのって感じですよね。ごめんなさい、いろいろあったなって感じで。なんでこんな話をしたんだっけ。ブルタロンが怒ってる話をしたかった。そう、あんた怒ってる時ははっきり言うからさ。ああ、でもめったに怒らへんよな、ブルタロンって。怒らへんとか、拗ねる。拗ねる。そんな怒ることないもんな。うん、急に静かもる。明日にね、病院って大変だよね。毎日飲む薬を2日に一度って言い訳されたやつね。あ、そう。全然あかんかったって。合わんかったな。だからといってその病院がどうっていうわけではないけど、うん、そう、会ってる人もいるやろか。うん、ほんとよかったね、元気になってね。まあ今でも姫は絶賛まだドライアイ中でね、大変ですけど、まあ都市密のとこも大変やしね、今の、うん、どうなんやろ。ああ、二度と帰りたくないって人もいるやろな。やっぱお別れの時が大変やったりするから。よかったね、ブーちゃん元気になって。ブーとの芯強くないねんね、別に。そう言ってもらえるの嬉しいですけど、なんか変なとこがな、急にスケッチが入ったらやけど、自分で甘いとこもいっぱいあるし。実際にこの YouTube 活動がそうじゃん。YouTube 活動を見てたら多分みんな分かると思うけど、なんか芯が強いのか強くないかよく分からへんって感じだと思う。ブーダーってね、15年飼ったハスキーなくしたんだ。そりゃ辛いよね、15年。もうブーと姫もいないや、何年生きてくれるか分かんないけど、地震の時もセオリーになるし。めっちゃもうな、マジでボーっとしてる事件にはびっくりしたな。地震の時にな、揺れのある天井の上、天井にやる。この人身体かなと思ったもん、その時ブータロウ。私も以前に犬を飼ってましたのでよくわかります。そうだね、やっぱ動物ってこう人間みたいに喋れない分、読み取るのが大変ですよね。私は豚と猿飼いたいって絶対大変で。私、カニ食い猿飼ってましたって。何それ。
何なの、わかりにくいだろうね。キャベツとは全然減ってない。どうする、もうすぐ終わる。あ、これもうあれか、時間めっちゃ経ってんじゃん。何時間やってんね、こいつは長いなってみんな思ったでしょ。もうそれみんなどれぐらい付き合わされるのって。何時からスタートした。あ、今ちょうど2時間経った。もうなんか YouTube クッキング月1 YouTube ライブ並みのさ、時間なんですよね。もうちょっと早く終わらせますね。だいたいみんな1時間ぐらいが見やすいかな。うん、1時間以内って感じよね。ごめんなさい、ほんとさ、貴重なこんな平日時間の2時間って相当でかいのにさ、もうずっと200人近くの人がこう、かわいそうすぎんねんけど、見てくれて、でもコメントしてくれてる人なんかもっと大変からね、うん、なんかながらで聞いてくれてる人も大変やけど、まださ、手はなんかできるやん。コメント打つってなるとやっぱあれですから、本当にすいませんね。でも嬉しかったです。皆さんいろんな話、それぞれね、聞かせてもらったけども。まあ、水曜日こんな感じで。おやすみーって。おやすみ。じゃあ、終わりましょうか。うん。まあ、2週間ぶりのね、遊具クッキングだったから、今日はこんな感じでよかったんだな、逆に。まあまあ。2週分、やったって感じ。携帯の電池もなくなりそう。そうなの。な、終わりましょう。はい。じゃあね。じゃあまた皆さん、また語り会しましょう。ではでは、チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。ありがとう、ずっと見てくれた人も、アーカイブで見てくれた人も。またねー。またこの後ゆっくり食べます。今から配給見ね、配給。